穴切った仮面よう、貧脚庶民サイクリストども PJ 荒北仮面パイセンだぜ。もうすぐ2020年終わっちまうな。コロナウイルスのせいであっという間に2020年終わっちまった。だがしかしこの時期絶対にやらなくちゃいけない大仕事あるよな。そうだ、年末の大掃除だ。ロードバイクの大掃除もしなくちゃいけない。日頃の汚れ、1年間たまりにたまったロードバイクの汚れをね、今日はね落とす第1弾で、荒北仮面ね、このオルトル XR3 ディスク、緑川花ちゃん、マットチェレステとマットブラック、これマット塗装でできている。でこのマット塗装ってね、すげえ洗車が難しいね。このマット塗装の間に、こびりついたね黒ずみだったり、普通の洗車でね取れなかったりする。でその中でそれを落とす方法、なんと視聴者さんからヒントをいただいちゃいました。それではね、このマット塗装の汚れを落とす、簡単に汚れを落とすアイテムを練習したいと思います。いくぜ。おお、きたー。イエス、必殺アイテム消しゴムです。この消しゴムを使ってマット塗装の汚れをゴシゴシすることで、塗装の汚れ、マット塗装の上についた頑固な黒ずみ汚れ取れるらしい。それじゃ早速荒北仮面人柱になっちゃうと思うんで、よろしくマンドレル。荒北仮面、はい、それじゃ早速、このマットチェレステの上、ちょうどこの辺りから、この辺りにブレーキローターから出た、ブレーキダスト、そしてこのブレーキパッドね、メタルパッドから出たブレーキダストがここにこびりついてる。見えるかな、多分うっすらとここ黒く見えてると思うんだけど、ちょっと消しゴムでね、このモノの消しゴムで削ってこう、ちょっとこんぐらい出していくよ。うわっ、えマジか、ちょっと待って、もっと近くに来て、カメラ、ちょっと待ってよ。驚くべきことが起きたな、今な。見てよ、ここからね。でもこれ、汚れが落ちてる。見える？ねえ、汚れ。ここにある汚れ。ここ分かりやすいね、ここ。うわ、すげえ。汚れが落ちてる。軽く撫でてるだけだよ。軽く撫でてるだけで、汚れが、スイスイ落ちていく。やばいんじゃないこれ。お、すげえ汚れが取れたよ。マジか、半端ねえこれ。すげえ、ここの汚れ落とすのにいつもどんだけ苦労してたか。うわー、グレート。視聴者さんに教えてもらったこの裏技半端ないね。ビックリンコだぜ、ビックリンコ。ちょっと消しゴムのカスが邪魔だけど、すげえ、これ綺麗になったよ。これちょっと待って、くまなくいくわ。まさかこんなに簡単に綺麗になると思わなかったな。すげえ、ありがとうございます視聴者さん、ディモルトグラッツェ。見て、フロントフォークの内がめちゃくちゃ汚れてる。ここも、うわー、すげえ。これはさっきより分かるね、分かりやすい。消しゴムでなぞるだけで一気に汚れが取れる。すげえ、これ画期的な洗車方法ですね、これね。すげえ、マット塗装の汚れこんなに簡単に落ちるんだ、ね、水もいらない。消しゴムでなぞるだけ。見えますか、消しゴムでなぞるだけで塗装面を傷めずに、この頑固なブレーキダストの汚れ取れちゃいました。OK。オーライ。OK。フロントフォークの汚れ、取れました。じゃあ、早速じゃあね、この汚れを取ったところでコーティングしていこうと思います。あらピカ画面。ワイプボールに水を浸してあげます。水を浸してあげて、フロントフォークをまず濡らしてあげてください。濡らしてあげたら、これコーティングしなくちゃいけないんで、ブリスをね、コーティングしなくちゃいけないんで、まずはフロントフォークを濡らします。で、今回は、シュワラスターではなくて、ブリスの方ね、ブリスを塗ってあげたいと思います。ね、車体が濡れたところで、今回は最強のガラスコーティング、このブリスをまずは車体に吹きかけていきます。ブレーキのね、パッドにかかんないように気をつけてください。ブレーキのパッドにかかんないようにで、ブリスをぶっかけたら、ブリスを豪快にぶっかけたら、濡れた、ね、このワイプオール、濡れたワイプオールで磨いてあげてください。伸ばしてあげてください。ね、そうすると、で、このやっぱね、コーティングをすることによって、塗装面を守ってくれる。で、汚れにも強くなるから、またブレーキダストがね、ついた時も消しゴムで軽くこするだけで、この汚れが落ちます。このマット塗装ね、デリケートなマット塗装。だからこそ、消しゴムでね、汚れを落として、軽くこすって汚れを落としてから、ブリスなどのガラスコーティング系のね、コーティング剤でコーティングしてあげるとね、長持ちします。皆さんもね、これ試してみてください。あ、ブリスの匂いいい匂いだな。ブリスの匂いいい匂い、最高。ブリスのついたね、このワイプオールでコーティングしてあげます。これだけで全然綺麗になりますね。すげえ、ここの汚れね、いつも落とすの大変だったのに、ほんと消しゴムとブリスだけでピッカピカマンドリル、いいんじゃない？よし、コーティング完了。これで一安心だね。これで一安心。あ、ブリスはね、やっぱね、シュワラスターと比べてね、このツヤが出るね。ツヤが出て、このマット塗装の、この、なんていうんだろうな、この深みのあるマット塗装に変わりますね。うん。ブリスいいな。ブリスやっぱ最高だ。最高のコーティング剤。綺麗になる、綺麗になる。いいね。XR3、オルトラ XR3 も輝いてる。深みのあるね。見て、このマット塗装なんだけど、ちょっとなんか光沢があるみたいな感じ。これわかる？これブリスを塗ることによって、すげえより深みを増すね。マット塗装に高級ガラスコーティング、ブリスを吹きかけて磨くだけでね、こんなに深みのあるマットブラック、マットチェレステに生まれ変わった。うわ、すげえ。エンブレムも光ってる。いいんじゃない？ふう、簡単。もう3分で終わっちゃった、ね、たった3分で、この消しゴムで汚れを落として、ね、自転車の、汚れ、マット塗装の汚れを消しゴムで軽くなぞるだけで、ブレーキダストだったり油汚れ、簡単に落とすことができました。マットチェレステ、結構ね、汚れがつくとね、大変なんだけど、この消しゴムで楽々に汚れを落としました。で、その後にね、コーティング、前回は、ね、昨日上げた動画の、ルック車、マセラティクロスバイクを洗車した時に使ったコーティング剤はシュワラスターゼロウォーターだったんですが、今回はね、ちょっとね、より高価な、ガラスコーティング剤、ブリス、荒北画面が昔から愛用している、ね、ブリスを、ね、使いました。そうすることによってね、この辺り、このマットチェレステとマットブラック、深みのあるこのつや消し塗装に仕上がることができました。より深みのあるつや消し塗装に、することができました、ね、これででこのブルスでコーティングすることによって塗装面を守って紫外線から守って、フレームをね長持ちさせることもできるんで、皆さんもねちょっと高いですけど、このブルス、ぜひね興味がある方はオートバックス等でね手に入れてみてください。そして、マット塗装の汚れ落としにはこちらの消しゴム、モノの消しゴムを使ってください。砂消しはダメですよ。砂消しは、塗装を削っちゃうんで普通の消しゴムを使ってください。そんな感じで、本日の、年末、ロードバイクオート大掃除、これにて終了とさせていただきます、今日の動画楽しんでもらえたかな。もし楽しんでもらえた、役に立ったっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくマンドリル。それじゃあ貴様らみてえな貧脚庶民サイクリストにも良きバイシクルライフを訪れることを、この PJ 荒北仮面パイセン心から願ってるぞ。次回の動画でまた会おう。アリウェッデルチ、さよならだ。荒北仮面はオルトレ XR3 の前からクールに去るぜ。バイバイ、アリウェッデルチ。